本日ご紹介するのは、ユーミンのニックネームでおなじみ NMB48 の石田ユーミさんです。石田さんは1998年10月12日生まれで、血液型は B 型、身長162センチです。現在 NMB48 チーム N に所属されつつ、2023年7月からは特技であるダンスの技術を生かし、ライブプロデュースやパフォーマンス指導も行うグループのプレイングパフォーマンス師範も務めていらっしゃいます。石田さんは兵庫県神戸市出身。小学生の頃からダンスが好きで、レッスンに通われており、 ABEX が運営する ABEX アーティストアカデミーのダンスコースに在籍されていた時期もありました。芸能界を目指されたきっかけは、小学5年生の時にはすでにアイドルになりたいという明確な意思を持たれ、その夢に向かっていらっしゃったそうです。転機となったのは2011年、石田さん13歳の中学1年生の時です。地元に近い大阪で NMB48 ができるという情報を入手され、オーディションを受けることを決意。しかし石田さんのお母様から、第一期生はやめておいた方がいいというアドバイスを聞き入れられ、同年5月に行われた NMB48 の第二期生オーディションを受けられます。一般女性であるお母様の謎のアドバイスが功を奏したのかは分かりませんが、石田さんは第二期生オーディションに見事合格され、 NMB48 に加入されました。同年6月5日、見逃した君たちへ AKB48 グループ全公演にて初お披露目されると、続く8月13日 NMB48 第二期生公演初日のメンバー16名に選出され、劇場公演デビューとなりました。2015年2月4日、石田さん高校2年生の時の NMB48 アリーナツアー2015、遠くにいても大阪城ホール公演において NMB48 正規メンバーへの昇格とチーム N への所属が発表されました。また同年10月7日、13枚目のシングルで表題曲選抜メンバーに初めて選出されました。2016年10月18日、石田さん高校3年生の時、チーム再編成により NMB48 チーム M へ移動。2019年1月1日、チーム N への移動とともに副キャプテン就任が発表されました。2022年1月1日の新体制により、新たに結成されるチーム N に所属することが発表され、現在に至ります。石田さんの好きな食べ物はお肉、チーズ、フィッシュだそうで、趣味は筋トレ、ゴルフ。そして石田さんといえば、ダンスのうまさに加え、その大きな揺れる胸元にも目がいってしまいますね。サイズは一体どれくらいなのか気になりますが、残念ながら非公開のようです。将来の夢はマルチタレントという石田さん、これからの活躍に期待します。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性有名人をご紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。